これだけは貫いてきた。やめなかったことだけじゃないですか。多分本当それだけじゃないですか。あと別にそんな俺固く考えてないですよ。なんかあれじゃなきゃダメ、これじゃなきゃダメっていうのはあんま考えてないですね。やめるっていう選択肢はあったんですよ。やめるっていう選択肢はだけどやめなかったっていうだけですね。実際にやめた時のことを想像したんですよ、ね、その時すげえ後悔するんだろうなって思いました。あ、自分が声が出なくなったとか肉体的になんかなってしまったっていうんだったら仕方がないと思うんですけど、そうじゃなかったから、もしもやめたってなったら、うん、もう多分ダメだな、そっちの方がダメだなって思ったんです。かっこいいことじゃねえ、面白いことが好きなんだよ。時代が始まる感じというか、噂がぶっちゃけ怖すぎて、なんだ暴走族がステージに攻め込んできたぞと、すごいギラギラしてたっすね、その当時すごかったっすね。めちゃくちゃラップしたかったんだと思います、マイクを通して。いろんな人に感謝の気持ちしかないわ今。ありがとう。飼い主は背筋が正されるっていうよりかもぐさぐさ刺されるし、自分が初めて楽しいって思ったものがそこだったんですよね。いかに険しい道を歩んでるかが分かるから、彼は新しいなんかそのヒップホップのスタイルなんか作ってる感じがして、自分のこのフィールドにそのトレンドを持ち込むっていうのがすごく上手い人だと思っていて。